版を今回使ってデモしますが、うん、お見せするポイントをいくつか用意しているので、うん、それらにこうすぐにジャンプできるようにデバッグメニューの方から、はい、これデバッグメニューはないですよね、はい、配信するときには当然ないですご自身であのゲーム進めていただければと思います、はい、一応お断りでございます、はい、開発だけの特権なので、はい、はい、それじゃあ始めましょうか。じゃあまず、はい、じゃあ1番の方に切り替えてもらって、はい、おこれゲームの中、今まさに動かしている画面です。これプレイステーション4で今出力してますね、うんうんうん、ちゃんと動画見れてるのかね。今時間は朝です。さっきタイトル画面夜でしたけど、まず朝からスタートしています。はい、ちょっと適当に歩いてもいい、うん、ああ水の中、そうそう、これもさっきシャメであの宣伝部にモーグルのやつで言えないかなって思っといたんです、うん、これもアップされてるの？これも上がってます。これも上がってる、はい、これちなみに水の中ってどこら辺まで行けたりするんですか？あ、それは、うん、じゃあちょっと水の中入りましょう。水の中はね、ここまでここまでこれ、うん、体験版はここまでですね。製品版はもっともっと多分入っていける予定ですが、うん、まあ泳げるかどうかはちょっとあれ課題です。なるほど。まだ検討会。ただもうちょっと深い腰ぐらいまで入っていって釣りをしたり、はいはいはい、ちょっと挙動が変わるようなところで戦ったりとかは可能性としてはもうすでに当然されています。なるほど。はい。はい、あ、いいね。そこに登って、ちょっと周りを見て、この見えている範囲が体験版を体験版で遊べる範囲、ね、なるほど、はいはい、おお、朝日が綺麗ですね。綺麗だと思います。ずっと待ってると時間が少しずつ経過していくんですけれども、うん、まあちょっとね、あのこのままずっとここを見てるのもなんなので、まずは先頭からちゃんと説明しようかと思います。はい、はい、見る前に起きるみたい。あ、これちなみにもうちょっと進んだように寝るもんね。道路の方まで行こう。ちょっと距離がある。いかんせん広いですから。そうなんです。あの、あ、さっき操作動画で入ってたダッシュって、はい、もう一回ダッシュしてる。あ、これですね。はい、これはあのスティックを押し込んで移動するとダッシュになるんですね、うん、押し込まないと普通の走りなんですけど、はいはい、ずっとダッシュしてると疲れます。スタミナがあるってことですか？そうです、そうです、はいはいはい、スタミナ、まあそこまで厳密なものじゃないんですけども、うん、あのダッシュがずっと無限にできるわけじゃなくて、うん、時々疲れて、うん、まあもう一回それでダッシュ、あ、こういう感じですね、はい、そう、こういう感じです、はい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 、で、ちょっと見せたかったのこれ、あの仲間たちが周囲で、うん、ノクトがバーッとダッシュしていくと一生懸命ついていきたり、はい、ノクトが普通の速度になるとみんなも自然な感じで一緒にノクトの周りを移動しながら、いろんな行動をしたいというふうに、プレイヤーがノクトを操作してると、このパーティーみんなが一緒にこう、自然に行動してくれるっていうのが、うん、例えばファミ通さんなんかにも今回 AI の紹介なんかしてますけれども、うん、そういったその AI の技術によって実現させている。それとアニメーションの技術によってちょっと自然さを作ってるっていう、ちょっとした、はい、デブ。なるほど。はい。はい、じゃあ早速、先頭の方行こうかな。ちょっと切り替えてもらっていいですか ?2 番かな。はい。敵が出てきやすいところに今、切り替えてもらいました。はい。ちょっと移動してもらって先頭はですね、注意してる、あの赤いバーバー、これちょっと見てもらった方がいい、うん、なんか左右伸びて、ああ、なんか画面の上に出ていたあのゲージは、はい、エンカウントのゲージなんですね、うん、でまあ、エンカウントといってもそれで敵が湧いてきてバトル用のマップに切り替わってっていうものではなくて、うん、普通にそのままオープンワールドでシームレスにいるんですが、はい、プレイヤーを狙ってきた敵がいた場合、うん、他のゲージが作動して、うん、で実際にもう戦闘に入るよっていう時に乗り切ってパッと動く。なるほど。じゃああのゲージが乗り切る前に例えばダッシュして逃げるとかすれば、うん、戦闘は避けられる。あ、避けられます。なるほど、はい、ただ自分が体験版だとですね、自分で敵の姿を確認し、うん、敵から離れる方向に逃げていかないと回避。なるほど。はい。はい、で、普段 BGM って、
流れてないんですよ、うん、でも戦闘が迫ってくると、敵が迫ってくるとさっきのような弱音が流れて、はい、で戦闘に実際入ると戦闘の曲が流れるっていうふうに、まあ、そういう感じになってるんですよ、はい、でちょっと今あの戦闘の操作ずっとしないで待っててくれたみたいな、適当に戦ってもらいましょう。最初の操作用の動画でもあったと思うんですが、うん、基本的にはですね、あのアクション戦闘なので、敵の攻撃をかわしたりしながら、うん、自分の攻撃を当てていくという、それを自分でキャラクターを移動させながら行っていくのが基本的な操作です。はい、で、15の特徴の一つとしてですね、うん、あの攻撃と防御と、あとは連携、その攻防連という要素を複合的に組み合わせて戦っていくという、まああのアクティブクロスバトルというふうに開発が呼んでいる、うん、バトルが、まあ、一つの大きな特徴なんですが、はい、それはですね、まず基本的に戦いは敵の攻撃をかわし、うん、そして自分の攻撃を当て、うん、で次なるターゲットを決めて、うん、またその攻撃をあのかわして、はい、もう一度攻撃を当てていくという、こういった基本的な組み立てからどんどん発展させていくのが、うん、ベーシックなスタイル。なもうちょっと敵探せる、例えばさっきあのハイエナみたいなモンスターにこう、うん、カーソルが当たってましたけど、はいはい、例えばロックオンしたりとか、あロックオンしたりできます、うんうん、オートで自分の向いてる方向の敵にオートで攻撃してくれますけれども、うん、任意の敵にあのターゲットを動かさないようにして攻撃する場合には、うん、あの R1 ボタンターゲットロック、ね、なるほど、はい、あそしてまたエンカウント、そうですね、こうやってエンカウントゲージが作動するような敵っていうのは、うん、全てではなくてですね、あの一部のモンスターになります。このトーテツっていうハイエナのようなモンスターは、はい、プレイヤーがフィールドにいる限りこう延々追ってくるんです、うん、でそしてこう襲いかかってくると。なるほど、はい、でも向こうの方に、別のモンスター見えると思うんですけど、草食系っぽいモンスターですね。そうです、こいつはガルラっていうモンスターですね、はい、でガルラは自分から襲ってきたりはしないんですけれど、はい、普通にそこに生息しているおとなしいモンスター、うん、でもあの自分からは襲ってこないんだけれども、やられたら、まあ、やり返すと。なるほど、はい、でも攻撃今加えましたね。そうすると一気に戦闘まあ今攻撃してほしかったわけじゃないんですけど、このガルラ強いんで、あまあいいかちょっとガルラと戦ってもらおうか、まあ、さっき言ったようにその防御と攻撃というものをうまく組み立てながら戦っていくのが基本なんですが、うん、その他にもですね、アビリティっていうものもあるし、はい、武器のセッティングっていうのもあります、うん、で、まあ、今画面に出てるんで左側にアビリティボタン、アビリティ出てますよね。あ、もう出しました、ね、あ、ジャンプしました、ね、はい、三角ボタン、PS4 だと三角ボタンで、うん、アビリティをいつでも出すことができます。ただし、アビリティごとにあの MP を消費してますで、そのアビリティは武器についているんですけど、うん、いつでもこう戦闘中時間を止めずにですね、あの切り替えることができて、うん、その出したいアビリティの MP、初期 MP さえちゃんと自分の MP が残っていれば出すことができる。なるほど、じゃあ例えば防御しても MP は減るし、はい、アビリティ技を使っても MP は減るし、はい、シフトっていうワープをしても MP は減るの で、うん、で MP の管理をしながら、うん、まあ戦っていくという、その通り、うん、おそらく FF シリーズの中でもかなり MP が大事になってくるゲームシステムだと思いますね。なるほど、はい、まあ、さっき確かに動画の方でそのガードも MP を消費するって書いてましたけど、うん、厳密にはあのずっとガードボタンを押しっぱなししてる間、うん、ガードモードがずっとこう起動しっぱなしでいつでも避けてくれるんですけど、はい、押してるとずっとなんだろうな、1ずつ減っていくではなくてね、はい、MP っていう、あ、なるほど、はい、はいはいはい、そうやってみます。この時に、はい、あの青いエフェクトが出た時に減ってるんですね、はい、そうです。あれはあの特殊能力を使って、回復してるので、その時は MP 減ってる、うん、そして、まあ、シフトを使った時ですね、剣を使った場合、うん、この時も MP。じゃあ例えば敵に囲まれて連続で攻撃食らうシチュエーションになった時には、はい、一気に MP が減ることもあるってことですね、はい、ずっと回避してると一気に MP が減って、うん、MP が枯渇するとアビリティも使えない、はい、でシフトも使えない。なるほど、じゃあ MP なくなった時どうするかというと、うん、ちょっと回避とかっていう、
今敵から見、こうやってですね、敵から身を隠しながらカバーをしたりすると、その時は一気に MPI っていうタイプ。ああ、なるほど。なのでピンチになった時にはこうやって身を隠せる場所がある場合はカバーを使いながら戦闘を、あの全体をこう構築というのが大事。なるほど。なので敵に突っ込んでいってボタンをこう押すだけだとなかなか勝てない。かなり自分のヒットポイントと MP を管理していかないと厳しいですね、はい、そうです、うん、でこれがまあノクトのベーシックな部分ですが、うん、加えて当然パーティー戦なので、はい、仲間も戦ってるわけです、うん、ちょっとねノクトの操作を見て仲間を、仲間がどんなことやってるかって言ったら、今仲間同士で助けさっき言ったようにガルラって実は僕東鉄で戦闘をちょっと説明しようと思ったんですけど、ガルラは強いんですよで、まあ、強い代わりに経験値も多いんですが、何より肉が だからなるほど。そうガルラを倒すとガルラの肉が手に入って、はい、でそれを使ってですね、実はキャンプをするときにいい食事が取れるんですが、うん、その代わり硬いし強いんです。なるほど、はい、じゃあ低レベルのうちあんまりうかつに手を出すと結構返り討ちに合います。返り討ちに合うと思うんですね、うん、今これ体験版でもっと低いレベルから始まるんですけど、今日ユーザーの皆さんに説明しやすいように結構高いレベルを設定してきたんですね。それでも苦戦してるんでかなり強い。なるほど、はい、あとねその大きさも小型のものもいれば中型大型もいる。サイズがちょっと、なるほど、同じモンスターでもサイズ違いがいたりする。います。そして持ってる技がちょっと違ったりする。おお、なるほど、はい、では次にですね、仲間を今本当は見せたかったんですけど、うん、ガルラだと凍結しちゃって、あ、凍結ですね、凍結と仲間は戦ってるってやります。ガルラのキャンさすがここはオープンワールドっぽいですよね。そうです、何が起きるかわからない。そうです、他の敵が来た。ダメだ結構シビアだあとさっきガルラと戦ってる時、うん、時々ガルラが光って、あ、今みたいな、はいはいはい、光ってる時ありますね、うん、あれはまあ FF おなじみ の攻撃が来るっていうことなんですけど、はい、15ではですね、あ、倒れるには早すぎる。今チレッと出したんですけど、はい、敵が光った後に繰り出される敵の攻撃は、うん、強力な攻撃です、はい、で食らうと大きなダメージを食らうんですが、うん、その攻撃はパリといって、うん、弾き返して反撃に移ることが可能でもあるんですね、うん、なるほど。なので敵の強力な攻撃は自分が反撃をするチャンスでもある。そこを回避するのか、うん、そうではなくパリで弾いて反撃をするのかっていうのを考えながら、うん、戦うことができる。なるほど、はい、これですね。はい、これです。そしてイグニスが今、そうですね。今これはただの反撃ではなくて、うん、連携を出してます。パリした後に連携が発生する、はい、そうです。という理解ですか。そうです。自動で AI 戦闘の中でも通常戦闘の中でも連携ってしてるんですよ、ね、うん、例えばノクトが狙う相手を一緒に狙ってくれたり、はい、ノクトがピンチの時に助けてくれたり、うん、仲間同士が協力し合ってるっていうのは普通のシチュエーションであるんですが、はい、パリからスペシャルな連携につなげられるっていうのもまた一方で、はい、でそれはプレイヤーが自分で強力な攻撃を連続で叩き込んでいけるシステムなんですけれど、うん、これはでも製品版でしっかりと楽しんでもらいたい要素で、うん、今回体験版ではですね、まあ、1個だけ入れちゃ、今の、連携を知ってもらいたくて1個だけ入れたんですが、はい、実際は製品版では仲間同士がこう仲良くなって、うん、旅を通じ成長していき、うんうん、キャンプなんかで自分たちで話し合って技を編み出していくっていうプロセスが実はある。それで連携技っていうのがどん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 生まれて発展していくっていうのがあるので、うん、はい、連携のスペシャルな連携技は製品版でできる。なるほど、はい、まあ、1個入れてやったらどういうものかを知ってもらって、まあ、手触りとして知ってもらいたいということですよね。はい、そうです、はい、あとはですね、ちょっと保管する、もうさっきのガルラ倒した敵は
そのフィールドに生息して徘徊している敵っていうのは、うん、倒しちゃうといなくなっちゃうやつ見れば、うん、どんどんいろんなところからやってくれる。なるほど。で倒していなくなっちゃったけども、うん、日が変わるとまたあの復活していたりするので、うんうん、全くいなくなってしまうということはないですね。なるほど、はい、ただし一気に倒してしまうとそこの場所からはその人はあちょっとやばいやつお。あいつはですねガルラの中のガルラと言われる。あからさまに大きいやつがいますね。いますよね、はい、クイーンガルラですね。ちょっと一回回復させてから行きます。 HP、MP って自動回復するんですけど、うん、その速度はすごく遅いんです。はい、で早く回復したい場合はアイテムを使って回復したり。あなるほど、はい、さっき の, あのカバーを使って回復したり、うん、あとシフト後マップに対して行える場合もある。あのマップにビーンと剣を刺して、はい、そこにこうスワープすることもあって、その時っていうのも回復がかなり早い、うん、なるほど。今そのアイテムメニューとかも何気に初めて見る。そうですね、はい、じゃあちょっとメニューの説明もしようか、うん、そいつに攻撃を仕掛ける前に武器装備しましょうか。今回体験版でできるのはアイテムの使用できます、はい、でノクトの武器の装備を切り替えることができます、うん、はい、仲間の装備は今回はマスク、うん、で武器の装備のシステムはバトル中これもいつでも呼び出せるバトルメニューが、はい、一番上を見てもらうんですね、ブレイクって書いてあって、はい、まあ一撃目ですね、初撃攻撃をする時の一番最初に使う武器をここに設定しています。なるほど。これどういうことかっていうと、うん、射程を重視した最初の攻撃にするのか、うん、攻撃力を重視した攻撃にするのか、うん、もしくは本当にその攻撃発生が速い速度重視の攻撃にするのか、うん、敵のタイプによって一撃目がどれが有効かっていうのが変わってくるんですよね。なるほど。なので回避性能の高い敵と戦う場合には速度重視したり、はい、リーチの長い敵と戦う場合には間合いを重視したりっていうことを考えて設定する、はいはい、で今から戦おうとしているガルラのあのボスはですね、うん、避けないんで、うん、なので多分攻撃力重視にしていっていいのかなと思います。なるほど。じゃあラッシュを変えましょうか。ラッシュは連続で繰り出す、接近戦の時に連続で繰り出すので、いわゆるコンボとしてつながる攻撃のことですか。そうですそうです、はいはいはい、一撃目の後に連続で繰り出していけるコンボ攻撃をどの武器にするか、うんうん、これを一番攻撃力の高いやつにちょっと装備、スバイハンド、はい、はい、で戦う、はい、これ囲まれたらやばそうだね。いや全然いらないです。いらないですね。全く攻撃力を高めたことが伝わらないですこいつ、まあ、こいつを選んだのがちょっと間違いですねこれでも、さっきまでの戦闘のアクションを覚えていると、うん、違いが分かるんですが、でかい剣を振り回しながら連撃しているんですね。で、さっきまで使っていた武器よりも、こちらの武器を使った方が、一撃一撃がすごく、ただし、速度がやっぱり遅いので、うん、一番最初に戦った唐鉄なんかは、うん、かなり回避をされてしまうっていう。あ、出足が遅いとかそういうことですか。そうなんです。でも遅いし、次の攻撃までの間も長い、うん、なるほど、はい、でこう戦いながらちょっとこの武器のセッティング違ったなと思ったらすぐにタッチの身を呼び出して、うん、もう一回バトルメインにする、うん、はい、で装備をパッとその場ですぐに切り替える。なるほど。じゃあ一撃目をクリティカル重視にやります。はい、あとは例えばジャンプ攻撃の武器ももうちょっと、うん、攻撃力が高いのもいいかとか、そういう感じで、そうですね、そういう感じで自分のスタイルをどういう風に設定するかっていうのを戦闘中いつでもメニューを入れて変える。今武器の名前の下にそのアビリティ名みたいなのがついてますけど、はい、あれが今ちこう武器に固有のアビリティがついてるっていう風に、ね、はい、そうですそうです。左に出ているジャンプっていうのは、うん、さっき装備した槍についてるので、うん、で装備っていうのは1個の武器ではなくて、その戦い方に対して全てセッティングしている分装備してる、うん、だから複数の武器のアビリティを
返答中に1点を振り返って振り出すっていうのが左側のアームです。なるほど。ちょっと製品版だと変わるかもしれないですけども、うん、今はこう普通に左右でワンボタンで切り替えて切り替えて、じゃあカシャ。今これ十字キーの左右で手持ちの武器の持ってるアビリティを切り替えてる、ね、そうですそうです、はい、ですぐに三角ボタンで MP があれば出すことができる。なるほど、はい。今ドレイン剣と選ばれていて、おこれの赤いエフェクト、あこれはドレインしてるんですね。またパッと切り替えて、うん、アビリティ切り替えて出す。はい、これはやられた。はいはい、どうぞ。 MP が足りないこれ MP が足りない。 MP 足りないときにはでマップにシフトしたりとか MP 自動回復できるとこまで逃げたり、カバーができるポイントだったらカバーして、まあ、そう言っていろいろと選択しながら、はい、逃げてもその先にガルラがいる。そうですね、なんかガルラはねやっぱ強いんです。なのでちょっとガルラと戦うのはこの辺にして、次にですね、ゲームをどういうふうに進めていくのかというところを説明したいと思うので、はい、ちょっと場所を変えようかな、うん、ちょっと切り替えをお願いします。さっきは戦闘の基本的なところを大体お見せしたんですが、はい、ずっと戦い続けるわけではなくて、うん、やっぱり旅の中にメインストーリー的な目的と、うん、あとその場その場で発生していく目的、ね、あれなんかマーカーみたいなのが出てますよね。そう、このマーカーは、うん、目的地に設定されているところに表示される、うん、で距離も一緒に表示される、はい、そのマーカーのところに行くと、これ見に行くのね、なんだろう、あ、なんかいろいろ会話も発生してます。そうですね、キャラクター同士はかなり自然に AI でやり取りしている、うん、おお、はい、地図からするとこっちの方だな。実はスモークアイという名前の、うん、今回の体験版で最も重要なモンスターであるベヒモスを、はい、今これ手がかりを探している途中でした。なるほど。で、一つの手がかりを今見つけたことで、うん、そのクエストが次の段階に進んで、うん、新しい目的地の候補が出てきたところなんですね。はあはあ。でですね、さっきバトル中に開いたのはバトルメニューというものなんですけれど、うん、ちょっとトラベルメニュー開いてる？バトルをしてない時に開けるこのトラベルメニューというのもあって、うん、まあ、全体のマップが表示され、はい、目的地の設定ができて、うん、でクエストごとに今選べる目的地というものをこうチョイスしていける。あー、なるほど。じゃあ今マップ上にあるあのいくつかの候補から自分が行きたい場所を選べば、うん、はい、実際の画面上にマーカーとして現れる。そうです。でその場所に距離がどれくらいあるかも現れて、うん、そこに向かっていく指標になる。なるほど。ただもちろんそこに行かなきゃいけないわけじゃなくて、うん、全然関係ないところに行って、うん、別のクエストが自然に発生してそれを楽しんでいてもいいし、はいはいはい、全く別のバトルだけをしていてもいい。なるほど。そこら辺の自由度はありつつも、うん、ただ遊びにくくならないようにこういったシステムも一緒に搭載して、迷わなくて済むよっていうことですね。そうですね。ただこれに頼らず自分で好き勝手に歩き回っても全然いいよと。はい、そうです、はい、でまあちょっとでもこれ行っちゃうとまさにそのベヒーモスを追跡していくクエストがどんどん進んでしまうので、あ、はい、流れはこんな感じですよっていうのが、ちょいちょい出てるあの青い光って何ですか今。あ、近づきました。あ、これはね、お、今これアイテムですね、収集要素ですね。錆びた金属片、はい、これはお金に売るとちょっとギルがもらえる。貧乏旅行なんですね、この一行は。王子なのに王子なのに、うん、で、まあ言ってもいいのかな、この体験版の目的ってお金を稼いで、はい、自分たちの大事な車を取り戻すことにある。あ、で、今言ったようにお金をあまり持たずに旅に出ているんですけれど、車は高級車なんですよね、ロイヤルカーなので。まあ王族の車ですもんね。そうなんです、そうなんです。で、故障させてしまったんで修理しなきゃいけない。はいはいはい。修理ですごい高いですよ。高級車だから。高級車だから、はい、でそれが払えないっていうのが本編の設定にあるので、その設定はそのまま今回の体験版でも活かした。なるほど、はい、じゃあ今めっちゃ貧乏なんですね。めっちゃ貧乏。
錆びた金属片を拾わなきゃいけないほどに。そうですね。それを少しずつお金に変えてお金を貯めなきゃいけない。ただ、はい、一発逆転が、この辺りで悪魔として恐れられている、さっきのスモークアイっていう名前のベヒーモを倒すと、あのベヒーモ相当悪いやつなので、賞金がもらえる。それを、その賞金取ろうじゃないかっていうのが、まあ、今回のあのベヒーモ討伐の流れ。僕は前説で高らかにメインクエストは紹介しません。全部言っちゃいましたね。すいません。あの、ちょっとこれここまでにしましょう。はい。すいません。ですね。クエストの流れはこんなところで。ただ、さっき流れをご覧になっててもしかしたら伝わったかもしれないですけど、はい、仲間がいろいろと、あそこ気になるよとか、これってなんだろうっていうふうに疑問を呈したり、または、あっちに行ってみたいっていうふうに新たな行動を提示したりするんですね。ああ、なるほど。なので、仲間を介してプレイヤーはその世界のいろんなところにアクセスできるようになったり、目的がだん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 広がっていったりするっていう、ここもですね、そのパーティーでいることの仲間っていうものをものすごくこうシステム的にも活用して、なるほど、自然に旅ができるような作りになってるっていうのをちょっとだけ付け加えさせて次行こう。自分が見落としてたかもしれないものでも、もしかしたら仲間が気づいて、あそこに何かあるぜって言ってくれるかもしれない。そうです、そうです、そういうことですよね。そうです、はい、はい、じゃあちょっと次ですね、次に切り替えてみますか。これこのまま今だんだん暗くなってきましたけど、今切り替えたらもうすっかり夜ですよね。そうですね、はい、時間が24時間経過していくということはですね、それぞれの時間帯に特徴があるということで、夜はこれまでも説明してきたんですけれども、非常に危険な時間帯なんですね、はい、今誰かに狙われてますけれども、ここで多分出てくるモンスターがちょっといるでしょう。ああ、出た、ゴブリン。はい、ゴブリン。ゴブリンは本来地上にはいない、ダンジョンなど の光の届かないところにしか生息しないモンスターなんですけど、はい、夜になるとそこから出てきて、フィールドを徘徊するとははは。で、一見まあ可愛いし弱そうなんですけど結構強い、あとはちょっと厄介な、その光の届かない場所に生息しているモンスターたちはちょっとね、こういやらしいステータス系の攻撃を使うんです。あ、今なんかポーション盗まれましたよ。ポーションも盗みますか。なんかさっきの淡いこの赤いエフェクトみたいなのが、これ毒。毒攻撃。あ、はい、これがステータス攻撃。はい、今しれっと仮して反撃してますけれども、叩き潰しました。叩き潰して、うまいから、この人。はい、まあ、ガルラにはやられたんですよ、ね。そう、ガルラには勝てないけども、まあ、ゴブリンのこれぐらいの数だったら、まあ、レベルも結構高いし、対抗できる。まあ、でもこれで夜全然危険じゃないじゃんと思ってもらうと、ちょっと、それはあれかなと、早くかなと。もうこれね、しばらく戦ってると、だん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 敵が集まってくる。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、今ちょっと、あ、毒を、あ、毒っぽいエフェクトになってます、はい、今 HP が0に、あ、復活された。 HP って実は0になってすぐにそれで戦闘不能じゃなくて、瀕死っていう状態があって、ね、はい、HP0 になった後にその瀕死ステータスが完全に切れた場合に戦闘不能ですね。なるほど。なので、さっき一瞬赤いゲージになったんですけども、その赤いゲージがゼロになると本当の戦闘不能。あ、今、これはですね、ニフルハイムノンですね。そうです。すげえ出てきた。おーおーおー。これは今戦ってたゴブリンとは全く関係のない。今回、ストーリー上の敵国であるニフルハイムという国の軍。こいつら人造兵ですよね、はい、ロボットですよね、機械兵ですね、人間の形してますけれども人間ではないので、なんかちょっと異常な動きもするし、なんか銃も撃ってくるし直接攻撃もしてくるし、最後かなりびっくりするような攻撃もしてくる、でこの兵はかなり強いんです、うん、なので体験版でも昼間にガンガン出てくるわけではなくて、あるエリアに行くと、例えばまあ言っちゃうと道路の上を歩いてると見つかりやすくて、あ、なるほど、兵に襲われるんですけども、はい、夜はやっぱり戦闘が長引くので、かなり見つかりやすくなってやってくる、
昼間でも長く戦闘してるってやってたりするんですけど、なるほど、その時間はかなり夜の方が、ね、なんかヘルメットが吹っ飛んだりしてますね。だんだん破壊されていくんです、リゾリア。でも結構気味が悪いです、ね、そうですね、あと本当強いです、うん、で今すでに、全員瀕死ですよね。あ、これはあれもしかしてやばい、あ、やばいやばい、これちょっと逃げて、あ、そうだね、ポーションで回復してください。ポーション。ちょっと一回離脱。やばい。離脱。ああ。逃げて。このように危ない時には逃げないとダメです。で、こういうふうに夜のプレッシャーは本当にきついので、うん、あのちょっと例えばさ、キャンプ地探して、あったよ。今煙がぼーっと出てると、はい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 、ここはいろいろ点々とこういうキャンプ地があるんですね。おー、なるほど。ここに来ると不思議な力がここに宿っているので、はい、敵は来ない。あ、でここでキャンプを張ることができる。弱ったです、ね、これメニューが今キャンプするときに最初に料理を選ぶんですけど、はい、体験版では持っている食材で、うん、イグニスが自分で献立を決めちゃいます。で、メニューを選ぶっていうのはどういうことかというと、はい、自分でどんなステータス効果をつけるかってことなんですね。なるほど。で、体験版ではまずステータス効果っていうものがどんなものがあって、うん、それがつくことでゲームがどう変化していくのかっていうのを分かってもらうためにイグニスが自分で決めちゃうんですけども、はい、製品版だと自分でイグニスに献立をオーダーします。これ例えば、うん、材料にガルラの肉って書いてますよね。さっき倒したから、そう、その肉を使って、はい、っていうイメージなんですね。はい、その肉 と、別の食材を使って今夜はイグニスはこのシチューを作ります。あ、なるほど、いいですかってことで宿泊するを選ぶとキャンプに移行します。はい、ではちょっとキャンプ入ってます。はい、フリーバトルっていうのは、まあ、今日はここではちょっと触れるのやります。はい、本当貧乏だなっていうコメントが今出てきました。まあ貧乏なんです。おっと、美味しそう。はい、これ今イグニスが作ってくれた。どうですか、次世代グラフィックスを感じますか。飯テロですよ、はい、これがあれですよ、新世代機で表現する最高の料理の絵ですね。はい、で今のあのシチューは今3つ出てますね。3つのステータス効果を得ることができます。あ、なるほど、絶好調と集中と耐性。はい、で、まあ、絶好調っていうのは攻撃力が上がり、うん、さっき説明したダッシュの、はい、ダッシュできる距離がかなり伸びる。あ、なるほど。はい、で、好調っていうのもあって、うん、絶好調っていうのもあるんですね。その絶好調がつくのと、あと集中っていうのはクリティカル率が上がりますね。はいはいはい、耐性っていうのはさっきのゴブリンのようなステータス系の攻撃に対する耐性がつくので、レジスト率を上げるみたいな。そうです、これ多分毒耐性だと思うんですが、なるほど、はい、この3つがつきますよ、うん、今レベルが全員右側見ると、うん、画面の右側にレベル15、15、15と、はい、マイク F15 なので、あ、わざわざ調整したいです、はい、そうです、わざわざ15にしてもらったんですが今その左側の方に経験値があるんですよね、 EXP が。あの経験値が宿泊することで全部今度生産されて、なるほど、次のレベルの必要経験値を満たしている場合レベルアップ処理が入ります、うんうんうん、ちょっとボタンを押してください。まずバフがついて、はい、そしておお、なるほど、はい、あ、レベルが上がりました。 FF15 から16になるということになり、例えば必要だったんでしょうかね。いらない。レベルアップすると思ってなかった。なるほど、はい、で、次へっていうふうにすると、このように夜明け前にバフがつき、はいはい、そしてオートセーブもされたと。そうです、そうです、ここでセーブが行われて朝がまた始まるという。なるほど。で、さっきのキャンプの時にイベントが入ることがあって、うん、製品版だとあそこで例えばその連携技の特訓が入ったりとか、うん、そんな感じのイベントが時々入って。なるほど。じゃあなんか常になんか会話があるとかではなくて、まあ普段はこういう感じでキャンプはしていくけど、はい、まあ、何かしらトレーニングで技を覚えたりとか、はい、そうです、イベントが発生したりとか、はい、そうです、もあると、はい、その日の思い出を話すイベントも発生したりとか。なるほど。あとはそのキャンプ地によって得られる効果が、うん、その時々で結構変わってきたりとか、うん、
あと宿泊の施設によって、うん、バフがつくんではなくて、例えば経験値がレベルに変換されるときに倍率が高くなったりとか、いろんなものがある、ね。なるほど、はい。じゃあその時々で自分にとって必要なものをこう選んでいった方がいいんですね。そうです、そうです、うん、はい。そしてあとキャンプを張ると、そのキャンプ地にはいつでも一瞬で戻ってくることができるので。お、それはファストトラベル的なものですか。そうですね、あのちょっとじゃあトラベルメニュー開いて、あの目的、宿泊地に戻るっていうのは直前の宿泊地にパッと戻る、はいはいはい、なるほど、はい、なのでやばいなと思ったらすぐそこに戻ってきて、キャンプを一回張って、うん、効果をもう一度つけてもう一回出発するっていうのができますね、うん。まあこの広さですからね、便利ですよね。はい、あのバフはずっとつき続けるわけじゃなくて、1日経つとだんだん消えてくるんですよ。はあはあ、で、はい、かなり強力なので、バフが切れた時っていうのが、すごく弱くなった気分になる。あ、なので、そのまま戦い続けるのか、もう一回バフをつけるのか、いうのを考えながら、毎日のサイクルを楽しむと。じゃあまあ、男気のある人はもう、俺は飯なんか食わねえ、もう素のステータスで行くぜっていう人は、もうキャンプも張らないで。行けと。そうですね、はい、男気あまり関係ないですけどそういう趣味の人はそういうプレーをすれば、レベルも上がらないし、はい、バフもつかない。あ、もう縛りプレーですね。はい、そうですね、はい。まあ確かにアクションシステムなので、うん、その腕だけでなんとかなる可能性はあります、うん。ただ普通の遊び方としてはやっぱり RPG 的に、うん、レベルも上げるし、いろんなものも集めるし、はい、効果もつけて攻略していくという遊び方が、まあ大体皆さんやるのかなっていうふうな、調整、バランスの調整になる。まあとにかくこいつ強いなって思ったら地道にレベルを上げれば、うん、なんとか解放はあると。はい、はい、そうです。じゃあ最後にですね、うん、メインの流れはさっき見せないっていうふうに前説で言ってましたけど、うん、すいません、あのベヒーモスをちょっとだけお見せしようかと思って、はい、ベヒーモスの場所にも行けるのを用意したんですね。ちょっと切り替えたの、うん、最初に流した、うん、FF レシキ HD のあのファイナルトレーラーの最後にもちょっと15に入ってましたけど、はい、そこでちょっとだけ出てたベヒーモスがもうちょっとこれを見るとどんなシチュエーションで出てきたのかっていうのが分かるので。なるほど、あのまま追い続けた、まあ、結果がここなんですかね。そうです、そうです、うん、ベヒーモスを追い詰めていくとだん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 生息している場所を特定できるんですけど、はい、その途中段階のものがちょっと緊張感がある。そうですね、ここでちょっと黙る、あの皆さんゆっくり、マジか。今絶好調なので、うん、ガンガンダッシュ。疲れない。距離が伸びた。この先で間違いないな。行くしかねえか。もう明らかに向こうにいる感が超怖いんですけど。そうですね、こういうやっぱり臨場感とか本当に生きているとかそういった方向でのその、うん、こだわりっていうのかなり、お、これなら余裕、みんな持ってます。あ、ここは使いとうです、ね、あ、ジョルインでトーテッドを吸い倒さずあれ出せますか。お、これ東京ゲームショウの後にちょっと見せた。あ、こういう技もスピードがある。そうですね、あの移動が全部ワープ化するのと、うん、攻撃力も上がるし、MP はずっと減り続けるので、すごい勢いで MP 減ります。そうなんです、この剣を召喚すると、うん、ずっと MP を消費続ける限り代わりにあ、もうなんだ、うん、アビリティもずっとその間使い放題なんですが、はい、お、MP あ、こういう回復の仕方もあるのか。ありますね。なるほど、ここ安全地帯っちゃそうですよね。実は安全地帯ってわけでもないんですが、うん、射撃を食らう時もあるし、あ、なるほど、例えば今回の強敵のベヒモスとかは、うん、ここにもバッと攻撃を仕掛けてきたんですけど、うん、でもすぐにやられるわけじゃないので、うん、そこで回復を図って危ないくなったら降りて、はい、で、MP が満タンだとさっきのファントムソードの召喚、はい、貧乏なの、今なんかアイテムを拾わずに行きましたね。そうですね、まあ、これ今デモプレイなんで
拾うね。拾わないのね。躊躇しました。拾わないんだ。あ、お、なんだ。ちょっとじゃあ見ても。はい。おっこれは別にカットシーンってわけじゃなくて、ここもプレイアブルシーン。あの今しゃがんでノクトが前進んでるのは要は操作しているっていうことです。移動してます。はい、目が見えない片目が、はいはいはい、その片目が見えないことを、うん、攻略の鍵にしなきゃいけない。なるほど。僕は最初に宣言した通りメインストーリーに関わる情報を出さないようにお伝えしたわけなんです。そうですね。あ、じゃあそうだったすいません、チレって言っちゃってましたしかしあいつ勝てる気しないっすね。あれは簡単には勝てないと思いますよ。ただ、勝てなくもないし、はい、さっき大藤さん言ってたみたいにレベルを上げていけばなんとかなるし、うん、まあ、あとはほら、あの今日触れませんって言った召喚獣、はい、あ、はいはいはい、まあ、そういったものをいろいろ駆使して、なるほど、倒すことができるんじゃないかなと、はい、すいません、じゃここまでにしようかな。はい、そうですね、はい、もう 俺の心臓がドキドキします。ノクティス様も光が見えるんですね。俺が何を知っているのか俺自身も知らないんだ。私は行かなくてはなりません。忘れることなんかできないさ。私のことなど気にせず自由に生きてください。疑いなく信じていた世界は常に変化し、今終わる。こうでなければならないなどというものは本来この世にない。どうした、食べないのか。美味しくないよ。でもそんなことを言うな。料理人が仕事を失う。ルシスの血は根絶やしにすればいい。なんだか面倒くさいことになってきたな。奴らの目的は何なんだ。やはりクリスタルだと思う。ニフルハイムはこれまでにもソルハイム、テネブラへアコルドのクリスタルを手に入れようと戦争を起こしてる。おやじ、逃げてるらしいぞ。ああ、合流を急ごう。お前、気をつけろよ。奴ら本気で殺しに来てるみたいだぞ。こうなっては戦闘は避けられんか。
もともと避ける気なんてなかったけどな。ノクト、どこまで行け。ノクト、暴れると敵を引きつけてしまうぞ。大丈夫だ、強いからな。目的はクリスタルか。言わずともお分かりのはずだ。この世界に残された最後のクリスタル。奴らはクリスタルを運び出すつもりだろう。その前に何としてもクリスタルを取り戻す。ルシスの制圧を完了させる。それと王子を、レギスの息子を見つけたら始末しろ。知りたいのか。まあ、重いぞ。これが対をなす幻想。いや、世界は常に変化する。15番目だ。